ミシル琴音です。はい、ということで毎日メイクということで、すっぴんちょっとガチすぎるすっぴんでめっちゃ恥ずかしいんだけど、はい、ということではい、ということで毎日メイクをやっていきたいと思うんですけれども、さっき顔洗って化粧水と乳液はしました。これもルーティンに入ってます。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ということでまずはコンタクトを入れます。はい、コンタクト入れ終わりました。全然違う、もうコンタクトだけで全然違うよね。はい、次にやるのがファンデーションで、こちらのペリペラのスキンティントファンデーションです。これをこのスポンジに、あ、ちょっとスポンジもこれ申し訳ないですけど、はい、こんぐらいやって、顔にポン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 適当にポンポンやります。もうちょっといるかな、ポン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 やったら伸ばしていきます。はい、でスポンジで伸ばした後にこう手に取って、で手でも伸ばしていきます。やっぱりスポンジでやるよりも手でやる方がカバー力はあるんですよ。だけど最初にスポンジでやらないと均一にならないんですよね、肌が。だから最初にスポンジでやって整えてから手でこうしっかりとカバーしていきたい部分もカバーしていく。でもやっぱり手でやるとムラができちゃうので、まあ、そこは意識しながら、ムラがあるなと思ったらまた手で付け足して塗ってってっていうことを繰り返します。こんな感じでファンデーション終わりです。で次に取り掛かるのが眉毛になります。眉毛はこのセザンヌさんの細芯アイブロウナチュラルブラウン眉積みです。まあ、これはちょっと何の動画だっけな、あ、ベストコスメの動画でちょっと取り上げたんですけど、これはね結構いいです。滑らかにスースーいくんですよ。こうでまず私はこの眉毛の下、ここのに沿ってこうなぞって描いていきます。でちょっと自分のこの元々の眉毛よりも2ミリぐらい伸ばしてます。でその後今度はここの部分を描いていきます。 ここからここ、さっき描いた部分までピーってまっすぐ描きます。はい、でまあここ自分の眉毛よりもちょっと空間があるんですけど、まあそこはこれで埋めていきます。で今度は上、ここの上の部分を描いていきます。なぞる、そうそうそう。でまあさっき下と上の部分でポイントなのが、この辺薄いんですけど、ここ薄いんだけど、薄いけどここも描いちゃう、描いちゃう。はい、でまあちょっとこのアイブロウでこうピーピーピーと馴染ませていきます。もうこの辺は、この辺は濃くしっかり塗って、この辺はもう本当に当たってんの当たってないのぐらいの感覚でやってって、でその間にちょっとこうリップ塗って保湿させます。私が使ってるのはナチュラルハニーリップです。ケイトさんのケイトデザイニングアイブロウブラウン系を使ってます。でここの一番濃い部分で、この一番細い、これが付属品です、この部分で塗り絵していきます。さっきと同様眉尻の方は濃くしていって、中心に向かうときはだんだん薄くしていくっていう。はい、で本当はここの一番薄い色の部分でこの眉毛のここを描いていきたかったんですけど、ないので、なんせないので、このセザンヌのフェイスラインを使って眉毛を描いていきます。ここの眉尻の部分ね、薄く薄く、本当に薄く。でこの今度はここの太い部分でこれを
ちょちょちょと取っといて鼻筋を描いていきます。この眉毛のここから中心に鼻先に向かってこう描いていく。はい、で描いた後手でぼかしていきます。ここのポイントはもういかにぼかすかです。いかに自然に鼻筋を立たせるためにぼかせるかっていう。はい、でさっきここまで線描くって言ったんですけど、それをぼかす、これぼかすためにこう描いたから。ぼかした後もここをこうまた描いてぼかすっていうのを繰り返します。まあ何回繰り返すか自分の納得いくまでですね。はい、でその後やっときました、この眉マスカラです。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウナチュラルブラウン04番です。でこれで今眉毛の色がまだらなんですけど、これで整えていきます。はい、整えられました。アイメイクしてないからめっちゃ今眉毛太い人みたいになってるんですけど、アイメイクしたらちょうどよくなるから安心してください。はい、でそうしましたらやっとアイメイクに行きたいと思います。アイメイクはこちら 3CE さんのこれは韓国のバスキンやったんですけど、韓国のバスキンで韓国のファンの方にいただいたものなので、これ韓国のものなんでちょっとハングル読めないんですよ。私はこれのこの色を使ってます。適当にポン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 って取ったらまぶた全体に塗っていきます。これもまだらにならないように、ムラがならないように均一に塗っていきます。で私は目が離れてる人なんですよ、どっちかといったら。まあ、ご存知の方いると思うんですけど、なので目頭にもちょんちょんちょんと塗っていきます。そしたら第2ステップいきます。第2ステップはこちら VT コスメさんと BTS さんがコラボしたスーパーティンプティングアイパレット01番を使っていきます。はい、こちらになります。でまず第1段階、この色を使っていきます。でこれも同様にこうちょん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 とつけていって、まあまぶた全体にまず塗ります。はい、でそしたらまぶたこう全体に塗ったら今度は目の下にも塗っていきます。涙袋の部分にももう塗っちゃいます。でここでポイントなのが、目をちょっと私は大きく見せたいのでこの辺にも塗ります。でそれにここに合わせて腕も塗っていきます。はい、でここにねあることによってなんか可愛らしい印象になるんですよ。ちょっと韓国っぽいような、よくここピーって茶色い線描く方いらっしゃるじゃないですか。それのアイシャドウ版って感じですね。私それやってみたんですけどちょっとできなくて、あれ本当憧れてるんですよ、私本当はやりたいんですよ。はい、で反対も同様にやっていきます。こんな感じになりました。今ちょっと途中だからなんか皆さんえみたいな思うかもしれないですけど、これからですよ。はい、で今度はこの色ですね。この色を仕上げです。これは仕上げ、これはラメです。これをやったらじゃじゃーん、私の必殺技です、オリスキです。これはアイプチです。私はまぶたのこの辺に塗ってます。乾いたらちょっとこう皮膚が縮むんですよ。はい、こう食い込むようになるっていうやつなので、糊でもテープでもない新しいやつなんですよ。これ結構ね見た目もねバレにくいし汚くなりにくいからおすすめです、本当に。このオリスキで乾かしてる間に、私はこのセザンヌさんのトーンアップアイシャドウのここの部分しか使ってないです。ここをこう中指でこう取ってハイライトとして使ってます。
ハイライト変えよって話なんですけど、これはね YouTuber のミキポンさん、ご存知だと思うんですけれども、ミキポンさんがこれを涙袋におすすめって言ってたので、涙袋用として買って、あれなんかハイライトにも使えんじゃないと思って、勝手にハイライトにも使ってます。こうなんか自然なね光沢感が結構気に入ってて、めちゃめちゃお気に入りです。でその後にこの付属品のやつで涙袋にも書いてます。ちょっとひどい顔でごめんなさい、まぶた乾かし中なんでね。だからおすすめです。はい。で、まあ、私はねいろいろと小技を使ってるんですよ。でこのハイライトを顎にも塗ってます。多分ご存知だと思うんですけど、鼻と顎にこう指一本こうやって、で唇がつかないければ美人みたいな、そういうのなんか小学校の頃流行りませんでした。そうだから、なんか要するにまあ顎がちょっとこうクリッと出てる方が可愛いんですよ。はい。なのでそれを表現したくて顎にもハイライトを塗ってます。でもう一個小技があって、プラスアルファこのこれね、これをこの唇の下のここの部分に塗るんですよ。あんま濃すぎるとヒゲみたいになっちゃうんで、こう薄くこう塗ることによって、ちょっとこう顎がこうクイッて出て、唇がちょっとポテッてなった印象になるじゃんの、分かりますか、さっきより、まあ、そうこうしてる間に、あ、乾きましたね。はい。そしたらこの付属品のねこれを使ってこうクイッとあります。そうするとほらすごくない？ちゃんと二重にもなるし、テープも糊も貼ってないので本当に自然な二重になったみたいな。はい、両方の目できました。はい。そしたらアイラインに移りたいと思います。 Kパレットリアルラスティングアイライナーを使ってます。でまず普通に目頭から目尻にかけて普通に塗っていきます。まつげの間にもこう埋めるように塗っていきます。乾かしたら今度はこう全体のバランスを見ます。で今ちょっとこっち側もうちょっと塗った方がいいなみたいな感じになったら塗ります。とかあとここの目尻のここの部分をちょっとオーバー目に山を描くように塗ります。こんな感じ でこれはなんでかっていうと、まあ、さっきも言ったんですけど目が離れてる人なので少しでも目を近づけさせるためにやってます。でそしたら今度はこのアイラインのここの部分ね、結構私ここの部分命なんですよなのでそこを描いていきたいと思います。ちょっとこう釣り目にする感じにしてキリッとした印象にしてます。でこっからこのなんていうの、目ん玉のもうちょうど丸い部分目ん玉と白目の境、黒目と白目の境から見かけてこうグイッと上げていきます。ここから上げていってから今度はここの下の部分を調節して一緒に上げていく。でちょっとこうクイーンってここの部分になってるんですけど、それが嫌なのでもう埋めちゃいます。ここはい。でこのまっすぐみたいな感じになりましたよね。であとはこう調節していって、はい、できました。めっちゃ猫みたいな、猫目みたいな。でそうしたらこのエチュードハウスさんの、あ、これも韓国で買ったので韓国語で読めないんですけど、涙袋を描いていきます。でここもポイントなのが、こう涙袋全部を塗るんじゃなくて、この目の全部じゃなくて涙袋の上の部分、はい。でちょっとやりすぎたなと思ったらほぼほぼなじます。こういう感じです。はい。そしたらさっきのこれを使って仕上げます。
全体のバランス見ながらここを濃くしていく。はい、でそしたらまつげやっていきたいと思います。まず上げていきます。はい、でそしたらこのエテセラッシュバージョンアップのまつげ下地を使います。で乾かしてる間にこのさっきのセザンヌの眉毛描いたやつで涙袋の下にうっすら描いていきます。でもう一回ピューラーで上げていきます。で上げたら手まで伸びるマスカラ、ヒロインメイクボリューム&カールマスカラスーパー WP を使って上げていきます。これねめっちゃボリューミーだし上がるしおすすめです。もうこれは私ずっと使ってます。もう一回乾かして乾いたらもう一回上げていく。そしたら最後私が使ってるのはこのペリペラの プディレッド06番を使ってます。ペリペラのね好きなところはねなんかマット感があるんだけどなんかてか塗りやすい。マット感あるんだけどなんかマットすぎない感じがすごい好き で私は唇が薄いのでちょっとオーバーめに描いてます。でもこれマットなんで分かりづらいんで全然。はい、これで私の毎日メイク終わりです。じゃあちょっと着替えていきたいと思います。はい、じゃじゃーん、完成です。いかがですか。はい、韓国風メイクなので皆さんよかったら真似してみてください。以上、チェゴでした。バイバーイ。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。いかがでしたか？私の毎日メイク。まあ、真似するところがあったらぜひ真似してください。明日はまほちゃんの毎日メイクです。モテたいあなたは必見。バイバーイ。